第32回の白波賞競争。予選の最終日の戦いは9レース予選特賞を迎えます。ここからは全選手が予選ラストのトライということになります。1号艇菅文也、2号艇中島達也、3号艇浜崎淳也、4号艇藤本元樹、5号艇小坂隆、6号艇藤井徹、以上6名です。 ススターート展示コースが動きました本番もどうやら動きがありそうで早めに船を運んできたのは6号艇の藤井徹2着条件勝負に挑む6号艇の藤井その内側、降惑勢が進んでいますが1号艇の菅2号艇の中島何が何でも流れを変えたい一走か1号艇ここまでよもやの苦戦となっているのは菅ですが。 どうやらここ6号艇の藤井がインドリ成功ということになりそうで1号艇、菅賀2コース2号艇の中島センター3コースから1着勝負3号艇の浜崎はこの外へ構えて2着条件のハードルへと挑みます5号艇の小坂はこの外に構えていきましてこちらも勝負係かり4着条件かそして4号艇の藤本元,元気がすんとうーんうん 6号艇の藤井がインでこれは2コースになったか藤本そして1号艇、須賀下げての3コース角外2号艇中島3号艇浜崎5号艇の小坂でスロー2艇にダッシュが4艇となって内から6番、4番1番、2番、3番、5番です。 スタートしましまたうスタートを決めたのはインコースから6号艇の藤井、外からは2号艇が伸ばした中島達也、一周の1マークは攻めた2号艇入り、3号艇、外から浜崎、内を突くのは5号艇、4号艇でちょっと後方もずれか、6号艇、1号艇、スタートは正常でした先頭は2号艇の中島でしょうか、2番足らせには4号艇、5号艇、3号艇。 2マーク先に回ったのは2号艇の中島ですそしてリマンタロスは3号艇内側から浜崎がリード上位体系2番3番です1号艇の菅は現在1マークの付近でエンストでしょうか止まっている状態です上位体系は2番3番23体系で2周の1マーク3番テリ4号艇の藤本が続いております お知らせいたします。一号艇ロスが失格となっています。えんすとでうか一号艇ロスが,が失格となりました。五艇残って、先頭は二号艇の中島。三号艇浜崎が二番手を続きまして。四号艇の藤本が三番手、上位体系、二三四。四番手から五号艇小坂、五番手六号艇の藤井で、五艇が最終周回に移ります。進入から一波乱ということになった、この第九レースでありますが、先頭は二号艇の中島達也です。 コースタートから一番を仕掛けていきました2号艇中島3号艇の浜崎が2番手追走で4号艇藤本3番手順優の可能性も出てくるか先頭2番中島五輪2着3番の浜崎五輪そして3着4番の藤本五輪5番の小坂が五輪